こんにちは、メッシーです。今日はビクタス東京営業所から大家さんが来てくださいました。今回たくさんのユニフォームを持ってきてくださったということで紹介していただきたいと思います。ビクタスとビクタスプレイってどう違うんですか？ビクタスは100選手向けで、はい、ユニフォームかっこいい、はい、シンプルで、全日本の時に行ってた。こっちはビクタスです。はい、今回新しくビクタスプレイ、そう、気になってたんですよ。ビクタスプレイプレイはもう弾ける楽しく適用してほしいってことで、ちょっと色のバリエーションもすごく多くなってて、はい、ビクタスとは違った、はい、あの色の組み合わせとか、はいはい、柄とかすごい可愛い感じに仕上がっているので。値段でちょっと安いんでしょ？値段はそうですね、プレイの方に比べるとプレイの方が若干安くなってます。おー、はい、実際ちょっと見させていただいて、めっちゃカラフルなんですよ。おっ、これめっちゃおしゃれ。え、これは女性用じゃなくてですか？これ兼用です。え、これめっちゃいいんですけど。 PSP の名残が残ってる、はい、なんか残ってます、うん、え、これいいの？これと3色あります、はい、あ、これいいの？大家さん、どれが推しですか？大家さん、私はちょっと変わった色がいいんです。ああ、確かに色はないですね。会長にはどれが似合いそうですか？会長はピンク着てほしい、はい、おー ピンクいいと思ったんですよ。可愛いですか？可愛いです、はい、男の人でピンクが似合うって。あ、本当ですか？めちゃくちゃ素敵。キュンキュンキュンです。キュンです。中学生とかでも、はい、はい、なんかクラブとかで揃えるってなったらこれ絶対いいじゃないですか。かわいい、かわいい。練習着で僕も着てるのがこんなような感じですけどちょっと似てるんですけど、これ JDTA ついてなくて、これなら JDTA ついてるんで試合にも出れる。これ4つなくてやっちゃっていいんですか？これもうやっちゃってます。やっちゃってますね。じゃあ、それディスなんですけど、はい、こちらの2600円のカラフルトライアングルゲーム。おこれはかわいい、はい、僕は着れないんですね。着れないです。まあ、着ようと思います。着ようと思います。着ても着てもいいですね。体のラインが出ちゃうと思うんですけどそれ失礼じゃないですか？毎食はあのカレーです。回ってください、回ってください。あー今の4つがビクタスプレーのユニフォームです。あ、全部買っちゃっても安すぎますね、これ。Tシャツです。Tシャツ。お、結構派手なんです。これいいですね。イエローとブルーと、ピンク。すごい、なんか素材がなんか練習着感がないですね。おいくらなんですか？これは3850円です。税込み。3850円。いや、いい値段それ。ちょっとね、さっきのむしろ、なんで今驚いたかというと、さっきの4400円があったから、それが安すぎるから。で、お、気になってたやつが出ました。で、気になってます。え、これも6色。はい、こんな感じです。え、これ何色からですか？大野さん、好きな色は？好きな色は、はい、好きな色は、何？あ、そう私はもうトップ選手、はい、すごいかっこいいっていうブランドのイメージ、はい、ちょっと高級感があって、はい、で色もちょっと落ち着
憧れるじゃないですけど、はいはいはい、もうかっこいいなっていう、かっこいいですもうイメージなんですけど、はい、今回今年からプレーが出て、やっぱ今までって男性の方の難しいファンの方が多かったんですけど、はい、プレーの方でカラーバリエーションがピンクとか、はい、紫とかたくさん増えたので、はい、女性の方にも注目していただけるんじゃないかなって、はい、値段の方も大変もう買い求めやすくなってるので、本当にこんな値段で出しちゃっていいのっていうぐらい我々が求めやすい値段かなと思うので、はい、もし気になった方がいたら概要欄を書くんで、そこから見ていただいて、はい、近くのショップなり、通販内で買っていただければと思います。はい、なかなかご紹介ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。